今日は会津若松市内にある素敵な庭園にやってきましたよ。というわけで、このお庭に詳しい小林さんにお話を聞いてみましょう。小林さん、今日はよろしくお願いいたします。さて、この素敵なお庭ですが、一体何というお名前なんでしょうか？名前は、会津松平市庭園御薬園と申します。松平ということは、昔のお殿様が作ったお庭ということですか？はい、そうです。なるほど。あと、お庭ではなくて御薬園というのは一体どういう意味なんでしょうか？はい、日本庭園がありまして、その隣にですね、薬草園、薬草というのはお薬の草ですね、そういったものを併設しております。でその薬草園があるがゆえに、昔からあそこには、薬がありますよということで、御薬園という身近な名前で付けられるようになりました。なるほど。昔は薬屋さんもないから、こういったところで育てた自然の薬を使って病気を治してたんですね。はい。この御薬園にはどのくらいの種類の薬草があるんですかね？はい、御薬園内の薬草に関してはですね、おおよそ300種類というふうに言われてます。それにですね、プラスして薬木、木の方ですよね。そういったものをプラスし、それが、大体100種類ぐらいありますので、合わせておよそ400種類ぐらいの薬草、薬木がございます。400種類もあるんですか？はい、林さんはその400種類の草や木を全部覚えてらっしゃるんですか？あやふやですけど、ちょっとだけ覚えてます。なるほど。それだけ薬になる草があったら、もしかしたらコロナウイルスに効く薬草なんてあったりするかもしれませんね。あるといいですね。ですね。はい、はい、小林さんと一緒に実際の薬草園に来てみましたよ。こちらにある綺麗な赤い実のついた植物、一体何なんですか？はい、これはですね、お種人参と言います。お種人参ってピンとこない人もいると思うんですけども、薬用人参であったり、はい、朝鮮人参だって言い方もされますね。あ、朝鮮人参は聞いたことありますね。ということは、この下に人参が埋まってるっていうことなんですか？そうなんです、はい。なんだか普段私たちが見る人参とは全然違う葉っぱの形をしてますよね。はい、このもともとお種人参が、この中に人参があるんですけども、この人参の形をして人参って言うんですよね。よく皆さんが見るオレンジ色の人参ありますよね。あれはもともと外国のもので、本来日本のものは、これ人参はお種人参が、日本のものなんです。なるほど。人参という名前がもうこの植物から来ているっていうことなんですね。はい。それにしても綺麗な赤い実してますよね。はい。これを見るだけでもなんだか美味しそうに見えてきますよ。味はどうなんですか？ですね、実はですね、美味しくないです。あ、食べなくて正解だそうです。人参もですね、あまり美味しくないんですよ。苦くて美味しくないんです。なるほど。やはり良薬口に逃がしという昔のことわざを思い出しますね。小林さん、これはまた立派な木ですね。こんなに太い木があるなんて驚きですけど、一体何の木なんですか？はい、ここに書いてありますけどね、高山木と揉みの木になります。どっちも樹齢、つまり木の年齢が500歳って書いてあるけど、そうなんですか？はい、正確にはどうかわかりませんが、これきちんと特定した、年代のものなので間違いないというふうに言われております。なるほど。500年も経つと木ってこんなに大きくなるんですね。すごいですよね。500年前といえば、蒲生氏郷が生まれたのとちょうど同じぐらいの年代ですね。きっと会津の侍たちの生活をこの2本の木はずっと見てきたんでしょうね。
やー、小林さん、これは素晴らしい眺めですね。ありがとうございます。奥の右手に見える建物がお茶屋御殿、左手にちっちゃい建物、あれが楽寿亭という呼ばれている建物です。さっとも江戸時代の建物です。おお、江戸時代の会津の侍が建てた建物ということですか。そうですね、はい。なるほど。ここは水も本当に綺麗ですよね。はい、この水はですね、猪苗代湖の水が小宅、にどんぶらどぶらとして渡ってきています。本当に滝の音が流れて涼しげな気持ちになりますね。はい、小宅園の、非常にいいビューポイント、眺めのいい場所としてここを選んでみました。小宅園の建物が見えるし、池も見えるしということで、小宅園の東側から、見えるいい眺めのいい場所です。なるほど。でもあちらに見える建物にも実際に行くことができるんですよね。そうなんですよ。あの橋を渡って、左手に見えますかね、あの橋を渡って、行けるんですけども、昔はですね、一般の人は小宅園に入れませんでしたので、あの橋も必要なかったということで、橋ができたのは近年になってからなんです。そうか、昔はお殿様のお庭だったんですものね。そうなんです。お殿様は船であちらの島へ渡ったそうです。なるほど。今は皆さんもお殿様の気分になってあちらまで渡ることができるんですね。そうですね。そうして皆さん来てください。はい、我々も橋を渡って殿様気分で楽寿亭にやってきましたよ。いやー、趣のある建物ですね。この建物は一体何に使われたんですか。はい、会津の藩主、お殿様がですね、この建物を使って、会議をしたり、お茶席を建てたりというようなところで使われた建物、楽寿亭になります。なるほど。でもこんなに自然の豊かなところで会議をしたら、さぞかしはかどるでしょうね。だったと思いますよ。今日はこの中でお茶を飲むなんてことはできないですけれども、はい、まあ、お殿様たちがこうやって過ごしてたってことを想像してみると、なんだか趣深いですね。こんなに趣のあるこの楽寿亭ですけれども、実はちょっと変わった特徴もあるんですよね。はい、戊辰戦争の時の刀傷というのがこの建物の北側にございます。刀でつけられた傷が残ってるんですか。はい、当時のその荒々しい雰囲気を、示すような、刀で削ったような、傷の跡がありますので、皆さんご覧になってみてください。なるほど。一体何があったのか想像が膨らみますね。はい、小林さん大変ですよ。せっかく育てている薬草が全部虫に食べられちゃってますよ。これは一体なんていう虫なんですか。これはジャコウアゲハの幼虫です。おお、ジャコウアゲハ。でもこんなに植物が食べられちゃって駆除しなくてもいいんですか。これはですね、わざとジャコウアゲハのために、育てている薬草です。馬の鈴草っていう草なんです。薬草ということは馬の鈴草自体も病気に効く植物なんですよね。はい、薬草だからそういうことになりますね。おー、はい、でもこんなに食べさせちゃっていいんですか。大丈夫なんです。実はこの薬草2つほど、育てておりますので、はい、1つは、ジャコウアゲハに食べさせる用の薬草です。で、もう1つはきちんと残してありますので大丈夫です。なるほど。じゃあこのジャコウアゲハたちのためにわざわざこの植物を育ててあげてるんですね。そういうことなんです。食べる様子なんか見てると可愛いですよ。もぐもぐと。すごい旺盛な食欲でいっぱい食べてますよ。これじゃあすぐに葉っぱもなくなっちゃいますね。はい、ご覧のようにも全然なくなっちゃいます、ね。1週間ぐらいでこんな風になっちゃいました。この後この幼虫はどうなって大きくなっていくんですか。はい、幼虫が今度大きくなりますと、このサナギに変わります。
そして、さなぎになった後は、大きな可愛い、ジャコウアゲハっていう、アゲハ蝶々に変わっていくんですよ。なるほど。その蝶々も見てみたかったですね。なんか今はまだ飛んでないみたいですけど、これからさなぎが帰れば、小焼けの中が、ジャコウアゲハにいっぱいになります。なるほど。皆さんも、ジャコウアゲハの成長を見に、お役員に来てくださいね。来てくださいね。Barreta sobre a orelha cinta, vermelha bem apertada. Ao alto firme o pampilho quando o novilho foge à manada. Com o colete encarnado, jaqueta e meia branca. Campinos, toiros e fado, esperas de gado, eis Vila Franca. Motelas do Ribatejo, cheias de sol e alegria. Mó gente sem ambições, que dá lições de valentia. Motelas de Vila Franca, onde tanta e tanta vez sente mesmo uma acolhida, se arrisca a vida com altivez.